最近、大学の研究者が来年4月で雇い止めになるという問題がちょっと話題を呼んでいます。これは、えー、まあ、あ前から分かってたことなんですけども、文部科学省の調べによりますと、来年4月で、えー、有機雇用の研究者ですね、えー 次元付きの5年とか10年で雇用している研究者の雇用期限が来年4月で来る人がだいたい3000人ぐらいいると。で、えっ、ー、と、東大だけで346人いると。で、これ国公立大学だけの調べですから、他にももっといるはずですけども、 まあ、要するに来年4月に10年になると、それ以上雇ってはいけないっていう労働契約法の規定が2013年にできたんですね。だから、大学側が10年を超えて雇いたいと思っている人でも、10年ちょっと足りない、9年11ヶ月で、 え、首にしなきゃ、雇い止めにしなきゃいけない。という法律なんですね。で、なんでそんな変な法律を作ったのかと。いうと、役所の、これはまあ民主党政権の時に、あの、やった労働契約法の改正なんですけど、役所の立法意図としては、これは原則5年なんですね。あの、大学の場合は、あの、例外で10年っていうのがあるんだけど、 普通の企業の場合は5年で、えー、労働者が無期雇用にしてほしいと。まあ、いわゆる終身雇用を定年まで雇ってほしいと。いうふうに言ってきた場合に、5年を超えたら企業は拒否できないっていう規定なんですね。で、まあ、ここだけ見るとね、民主党政権の時、なんかいいことやったみたいな感じするわけですよ。 別に労働者がね、あの、なんか民主党政権が、ね、なんか夢は正社員とか言ったでしょ私は正社員になりたいというふうに企業に申し入れたら、企業はそれを断ってはならないというこいつなんですよ。で、なんかそこだけ見るとね、あの結構なことのように覚えるんだけど、これちょっと論理的に考えたらわかりますけど、労働者を5年を超えて雇ったら、 その労働者は正社員にしなければならないという法律が施行されちゃったら、その労働者は4年11ヶ月30日でクビにする企業が出てくるはずですよね。で、現実にまあパートなんていうのはもう4年11ヶ月でクビにするのは当たり前になってるわけですよ。で、まあ半年ぐらい経ったらまたもう一遍雇えるとかっていう裏技もあるみたいですけど、 ま、どっちにしても、5年で正社員になる、しなければならないという法律を作ったら、5年未満で、その非正社員が雇いだめされるってことは、ま、ちょっと論理的に考えたらわかることでしょところがね、厚生労働省の役所の皆さんはね、それがわからないんですよ。あるいはわからないふりをするんですね。 厚生労働省の意図としては、5年を超えたら正社員にするんだと。企業に、要するに、就寝雇用が、彼らにとっては就寝雇用が理想の、唯一の理想の形態で、それ以外の有機雇用っていうのは全ていけない雇用形態ですから、それを正社員に転換させるルールを作ったというつもりなんですね。 ところが今回の大学が一番いい例ですけども、5年を超えた長期雇用とか、あるいは10年を超えた長期雇用が必要ない場合があるわけです。大学の研究なんてのは、まあ、最大でも5年ぐらい一つのプロジェクトに、いわゆる競争的資金なんかがついて、そんなもう十何年も一つのプロジェクトにお金つきませんからね。そうすると、10年を超えてその研究者を雇い続けても、 その人を養うお金がないわけですよ。だから、それはしょうがないから、9年11ヶ月で、ね、雇い止めするしかないわけ。そうすると今度はそれはけしからんっていうふうに来るわけ。いや、これはね、大学がけしからんのじゃなくて、制度が間違ってるんです。で、もう世の中ではね、なんか朝日新聞なんかがね、大学は、加藤競争でね、若い研究者をどんどん首切ってるのはけしからんとかね、そういうね、要するに、 結果として大学が雇い止めせざるを得ない制度設計にしてるのを置いといて、雇い止めする大学が悪いっていう,うにね、マスコミがわーって言うわけですよ。で、まあ、役所もある、あるんで、それを計算してね、で、役所に圧力かけてね、無理やりその10年超えて雇うようにこう持っていこうとしてるわけですよ。そういうことをやると、今度は、その、 その、まあ、一部の人はそうやってね、雇ってもらえるかもしれないけど、大部分の人はもうマスコミに騒がれる前に、雇い止めされちゃう。されちゃう。で、これ、大学だけの問題じゃないんですね。大学は特例で10人伸ばしてもらったけど、あの、非常勤講師なんか多いからね。普通の企業はもうパートは5年未満で雇うって当たり前になっちゃってるわけですよ。つまり、日本の有機雇用は最大限5年までしかできないと。で、それ以上の正社員になる人っていうのはそんなほとんどいないわけですよ。 いわゆるジョブ型正社員とか称して言ってるけどね。うん別に企業にとってはそんなの雇うメリット何もないんだから、その非正規っていうのは、いつでも雇い止めできるっていうところがメリットなんですからね。首にできない非正規なんて雇ってもしょうがないわけですよ。だから、そういう企業のインセンティブをちゃんと尊重して、企業にとってコストにならないような形で雇用を維持するということを考えなきゃいけないのに、 それを無視して、とにかく、温情主義でね、パーターナリズムで、役所の言う通りに企業はやれと、やらない企業はマスコミ使って追い込むぞと、いうのがね、これまでの労働行政だったで、それを安倍政権も全然変えなかったわけですよ。で、今頃になってね、法律施行してから10年、まあ、まだ9年ですけど、あと1年で、もう確実に雇い止めになる人出てくるわけ。 そうなってから騒ぐわけです、ね。騒いだとしょうがない。これからね、この労働契約を改正するってのは、まあ、やろうともできないことはないけども、労働契約っていうのは非常に、あの、大きい法律ですからね、そう簡単に、えー、改正はできないと思うけど、ましてや、あの、岸田政権がね、そんな、あの、大改正すると思えないけども、とにかくこの問題は、労働行政の制度設計の間違いなんだ、ということを置き去りにして、 なんか研究者の競争が激しいとかなんとかっていう大学が悪いとかね、そういう話に持っていくのは全くおかず違いであると。だから、根本的な問題は、厚生労働省の温情主義的な労働行政によって、大学だけではなくて、すべての労働者の有機雇用が4年11ヶ月、あるいは9年11ヶ月で打ち切られるという、 地獄が用意されているということです。